皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2023年1月の5日、朝の10時22分、昨日の晩ちょっと睡眠不足で、4時間も寝れてないんですが、今日はちょっとエクスペンタブルズ4について、ちょっとご説明しようかなと思っています。もともと僕は神戸市ホテルフルーツアラパーク1997年8年それぐらいの頃に勤務していた頃に、シルベスタスタロンさんやアーノルド・シュワルツェネッガーさんだとか、ダイ・ハードに出演されていたブルース・ウィリアムスさんでしたっけ、ああいうふうな、有名どころの方たちが、ご年配になった時に、もともと映画業界でも例えば50代を超えてとか、40代超えてだとか、それぐらいの頃にあんまりこう主演を演じるようなことがなくなってきてとか、そういうふうなことがもともと映画業界ではあったんですけども、例えばシルベスタ・スタローンさんはもともとあの方は本物の軍人の方だったんですよ、アメリカの。で、ちょっと今詳しく履歴見てないので、ちょっと思い出せないんですけども、アフガニスタンとか実際関わった方かもしれないですよね。で、実際にその今まで出ていらっしゃった作品がロッキーとか、ランボーだとか、ああいった作品で、ランボーなどでは、兵士としての立場で、軍人として行って戻ってきた人たちのその次の生活っていうところを、悲痛に訴えていると。そういうふうな作品を作ってこられた方なんですね。で、そういうふうな方たち、アクション関係のものを、出演された方たちが、ああいうふうな組織みたいなのを作って、映画のこう内容で見るとすごく頼もしいじゃないですか。実際はありえないと思いますよ。その一人で、一つの国に突っ込んでいくとか、さすがにそれはないと思うんですけども、それしかって多分実際は無理だと思うんですけども、映画の中のね、ヒーローとかだったら、そういうふうな形でね、とんでもない活躍をされてっていうところがあるんですけど、そういう人たちに集まってもらって、今まであった現実的な、事件とかと照らし合わせて、で、悪党退治をしてもらうと、そういうふうなところがエクスペンタブルなんですけども、その、シルベスタ・サロンさんが、隊長を行ってるそのキャラクターの名前がバーニー・ロスっていうんですよ。これはもうこちらの方で考えたその提案した内容だと思うんですね。これはポケットの中の戦争っていうガンダムの作品があるんですけども、主人公はバーニーっていうんですよ。主人公はバーニーじゃなくてクリスっていう女性の方なんですよ。でそちらの方が、ガンダムに乗るんですけども、アレックスというバーニーという男性はそのクリスと恋人関係に近い形になるんですけども、クリスはそのザクに乗ってたのがバーニーって知らないまま戦っていて、バーニーも乗ってるのがクリスっていうことを知らなかったんですね。で最終的に相手がバーニーだと知らないままクリスはバーニーを殺してしまうんですよ。で、それを、見ていた少年は、最後の最後にその内容をクリスに伝えたかどうかはわからないんですけども、最後は泣きじゃくりながらね、バーニーはね、バーニーはねっていうことを言ってたんですよ。で、そこまで極端な例はなかなか実際の戦争でもなかなかないとは思うんですけども、例えばヨーロッパとか、第一次世界大戦とか第二次世界大戦は本当にありましたから、陸続きのところとか、もともと人の往来があって、親族関係になっている、人たちがたくさんいらっしゃると。恋人という関係に当てはまらなくても、家族間同士で殺し合ってしまいますよだとか、そういうふうな戦争なんかしてしまうとっていう、そういうふうなメッセージ性があるんですね。そういったことはこちらから提案した内容で、バーニー・ロスっていう名前を選んでいただいたんだと思います。で、これに関して、そのポケットの中の戦争に関して、ある程度ね、そのシナリオのところ、これ説明させてもらわなかったら、バーニー・ロスという名前を演じてくれたっていう、その意味がなくなってしまうので、その辺のところは、ガンダム関係者の皆さんはご理解していただけていたと思うんです。思うだけで物事を進んでしまって申し訳ないんですけども、もう今回は最後の作品ということで、ただエクスペンタブルに関してはそれ言い始めたら
ロッキーシリーズもそうなんですけど、最後と最後と言いながら、まだ続編が出たりとかしてましたんで、まあ、ロッキーに関しては、クリード編が始まって、で、まあ、もう本当にシルベスタ・スタローンさん自体はもう登場しなくなってと、まあ、クリードとしての物語が、まあ、進んでいってる状態だと思うんですが、もともとロッキーも、ロッキー4ぐらいで、アメリカとソ連の、友好関係を最後試合に勝ったロッキーが、訴えていると、まあ、そういうふうな作品なんですよ。だから平和とかそういったことに関して、社会問題に関して、まあ、知ることはアクション映画なんですけども結構訴えられていると。まあ、エクスペンダブルズに関してなんですけども、ちょっとあの作品の内容とかちょっと私もしっかりと確認してないんで、ワン、ツー、スリーと、まあ、その時僕も、ごめんなさい、シルベスタ・スタローンさん、ごめんなさい、あと、集まっていただいて皆さん、ごめんなさい、やっぱりメモしてなかったな、その、普通のね、視聴者というような形で、こう、悪党をやっつける、その、まあ、ヒーローたちの集まりみたいなね、そういうような形のイメージだけが残ってしまっていて、内容どうだったかなってこうメモしてなくてやっぱり忘れちゃうんですよ。だからその辺に関しては何とも言えないんですけども、まあ期待できる作品じゃないかなと、思っています。まあ一般人の方でそのまあ、日本人の方だけじゃなくて他国の方も一度、まあ、ガンダムのそのポケットの中の戦争という映画を見てもらったら、まあ、ガンダム関係の映画では、まあ、一二を争うぐらい、まあまあちょっと凄惨な内容になってますね。で、まあ、一番悲しいと言いましょうか。まあ、そういうふうな内容も知っていただいてから、まあ、そういうふうな名前を、つけたっていうところも、まあ、日米友好関係とか、まあ、そういうふうな、立場で、になっていただいてたんだと思います。まあ、そういうこともあって、まあまあ、クリードに関しては私からの提案で作っていただいたんですけども、その後、シルベスタ・スタローンさん、日本のテレビ局に出演しに来てくれてるんですよね。まあ、その辺のところ、金銭事情は僕もあんまりよくわからないんですけども、その、本当に読むのにどれぐらいお金がかかっただとか、まあそういうようなことはちょっと僕の方でわからないんですけども、まあ来ていただくだけの、その全ての話が表立って出たら、来ていただくだけの価値は十二分にあったと。まあそう思っています。で、最後にエクスペンダルズの皆さん、関係者の皆さん、もうこれも会社としても、その個人としてもそうなんですけど、余裕があったらでいいんですけども、ちょっと今からまあ大真面目な話なんですけども、まあ日本、2024年1月1日に、石川県能登半島で、震度6強、最初は震度7として放送されたんですけども、震度6強の地震が発生しましたと。津波はある程度の高さだったんですけども、家屋、やっぱり揺れが激しかったですから、家屋が、かなり、全壊しているところが多いです。震源地から、そうですね、半径 30km ぐらいのところは全壊してる家屋多いですね。で、そうですね、ちょっと地図で、まあ、日本のその、まあ、地図でどれぐらいの距離かっていうところはちょっと分かりにくいところあるかと思うんですけども、こちらは日本列島の石川県なんですけども、この半島のところ、この先のところぐらいが震源地なんです。で、縮尺で言うと、この長さで 100km ぐらいなんですよ。で、私が住んでるのはここの神戸市なんですけども、まあ兵庫県、兵庫とこれ日本語で書かれてるんですけども、まあこの位置。この淡路島の、まあちょっと近くの、海辺沿いのところですね。ここから見ると距離は、
軽く、300km は離れてます、直線距離で。もし500はないと思いますけども、まあ400キロ、まあ300から400キロメートルぐらいのところですね。そこまで、その震度6強の地震が来た時に神戸の方でもそこそこ揺れたんですよ。あ、揺れてるって。で、まあ未来からの時間時間の声かけで、YouTube の動画で2023年11月14日の、まあ短い動画で1分30秒ぐらいの動画なんですけども、まあその中で、いろんな、大臣などがインタビューしてる場面だとか、その後残り1分ぐらいのところで、まあ総理が朝、国会に、まあもしくは総理官邸に、出てきて、出勤してきた時に、その映像が、日本では結構流れるんですけども、その画面に向かって、元旦、石川県能登半島で震度7の地震が発生しますと、まあ、そういうことを、お伝えしていました。で、まあ、総理の方は、言い方でばかり信じるっていうことを返答してくれてるんですけど、淡い圭介ですがっていうことで、まあ、それによって対応がどれぐらい早くできたのかとか、まあ、そういうところもあるんですけども、まあ、今回は寄付金関係ですね、まあ、ご協力していただけたらなと思います。もう、できる範囲で全然大丈夫だと思います。まあ、世界中の方たちが、富裕層の方たちがご協力していただけたら、もう私はそれで十分だと思います。っていうのは、日本もそうなんですけども、まあ、日本円で言って、アメリカの方たちにどれぐらいの相場なのかっていうのが、まあ、わかりやすいかどうかちょっとわからないんですけども、厚生年金と国民年金を合算して2000万ほどかけてなかったら、一月15万円の年金の支払いってないんですよ。で、そこまでたどり着けてる男性がだいたい 50% ちょっとぐらいで、女性が3割ぐらいなんです。もうこれは世の中の現実で、日本の。で、どこの国もだいたい同じだと思うんですよ。だからあんまりその富裕層でもない人まで、まあどこまで求めたらいいのかなっていうところはあるんですけども、まあ今回も募金箱を掲げる少年か、もしくはテレビ局の呼びかけで、募金集めが始まったら、まあ、銀行の口座への振り込みの、まあ、そこで、私はもう1万円募金しようかなと思っています。任務は生活保護ですよ。生活保護ですけども1万円投入しますよって。東日本大震災の時に計算したんですけど、まあ、日本1億2000万人ちょっとという人口ですけども、実際は6000万人いるかどうかなんですね。まあ、いろいろあって、それはホームページ淡井圭介の履歴の51番を見ていただいたら分かるんですが、私の喋ってる動画の方、まあ、いろいろ事情があってそうなってます。世界中どこの国も大体そうなってます。表記されてる人口よりも圧倒的に人口少ないです。で、まあ東日本大震災の時にもし全員1億2000万人が1万円寄付したら、まあ土地付き一軒家、まあ大体まあ平均でまあ3000万円以下としましょう。そしたら3万軒以上家建つんですよ、みんなが1万円寄付したら。それだけ助かるじゃないっていうのが僕の感覚なんですね。で、まあ実際日本人のその生活保護者でも1万円寄付するんだからっていう、まあちょっと富裕層の方たちへの、まあ、アピールでもあるんですけども、ここから富裕層という形だけじゃなくて、大きな純利益を上げている、まあ、日本の会社もそうなんですけども、まあ、海外の会社にもまあ呼びかけると、まあ、こういうふうな形で、まあ、今回、まあ、お願いさせていただこうかなと思っています。で、まあ、日本人の方で、まあ、ご関係者の方がいらっしゃったら、まあ、私の動画、翻訳していただいて、伝えていただけたらなと思います。まあ、心よくできる範囲で、ご協力していただけるかと思います。まあ、その辺のところは、バーニー・ロスというお名前と、まあ、まあ、今更も国連加盟国の国ばっかりですから、現在196カ国なんですよ。で、今更武器に頼る時代ではなくて、みんなでエネルギーの残存量問題をどう乗り切っていくかっていうところを考えて生活していくと。で、地下でね、やっぱり掘削とかしてるから、私の見立てではこの秋田県というところか
ところで、昔から、石油は採掘されています。で、昔は16本のリグが稼働してるんですが、まあ、現在4本であると。で、昔からこの新潟県でも大きな地震が発生してるんですよね、この秋田県から南の方で。多分中で輸送がつながっていて空洞化してあって、まあ、一斉崩落によるものなんじゃないかなと私は思っています。そのこの新潟県から近いでしょ、能登半島で。能登半島はこう近年ずっと震度4以上の地震とか多く発生していて、なんかまずいんじゃないかなって思ってたんですよ。もうその辺までもうその空洞が来てるなっていうのが、まあ、なんとなく分かっていたので、あとは日本の状況で言うと、まあこの鳥取県の沖で、メタンハイドレートを採掘しています。現在いずれここも空洞化していて大きな地震が発生する可能性があると。まあこういうことですね。だからまあこれからの社会っていうのはどれだけエネルギーの消費を抑えて、まあ金属とかを大事に使ってできるだけ錆びないようにして、まあ2階建ての建物を作るんだったらもう木材で十分でしょうし、大きな地震があるにしてもあの木材をしっかりと間に入れて補強すれば、倒壊することはまず震度6でもありえません。しっかりとした作り方であればこう枠の中のところでこうペケポンにね柱を入れたりとか太い柱を、まあそういうふうな工夫とかで、金属の消費っていうのを、減らせますんで。だからまあ原油ガス、まあ、金属関係そういったことで、まあ、石炭も含めてですけども、地下であとはまあ土砂のかき出しも含めて200億トン分ぐらいの空洞が世界中で発生していると。まあ、これが現実であって、世界中でだから大きな地震が、頻発していると。まあ、これは現実なんですよ。だからプレート説っていうのは全く当てにならないことであって、あれは一斉崩落等でよって地下が空洞化して、ピキグ、弾がずれる。それで断層っていうことができるので、発生するのであって、地球は中心に向かって重力を働いていて回転してるわけですから、同じ方向にしか大陸は動いたとしても動かないんですよ。遠心力があったとしてもね。だけど中心の重力の方が強いか、まずそれはありません。同じ方向に大陸は動いている以上、なぜ右側と左側からプレートが入り込むって考えるんですかって。それは第二次世界大戦で負けたドイツの昔 の大学の教授が言ってたことなんですよ。だからその当時だから第二次世界大戦で負けたし、まあもしかしたらその第二次世界大戦で戦争になった国同士が仲悪かったから、まあ今でもテレビ局って良い心がけの人とそうじゃない人がやっぱり同時に出演されてますよね、今の日本のテレビ局も。だからあんまりその心がけの良くない人が、まあ、ドイツ人に恥かかせたろうと思ってプレート説とかを昔のドイツ人が言ってたと、大学の教授がと。で、それを世間に言っちゃったら世界中がそれがテレビで言ってることだから本当だって思っちゃった、報道で言ってることだから。普通に考えたら分かりますよ、土と土が地面の中入り込んでバネのように弾くかって弾きませんよ、土は絶対に。じゃあ金属層があるからそうなるか、違いますよ。車の衝突したら分かる、へこんで戻ってきてますかって、戻ってきてない。バネに加工してるから弾力は生まれるんです。私は工業高校出身ですから、だからその辺のところが、まあ畑違いと言いましょうか、まあ、分野の違う人たちが聞いてしまうとね、報道って、簡単に信じてしまうでしょう。そこは危険なんですよ。今でも日本のその報道に関しては昔の映像をたくさん使用しています。事故だろうが何だろうが。だからこれが現実であって、だからその辺のことに関してこれは正しい世界じゃないなと私は思っています。本当に日々起きた事件とかを、扱えば良いのであって、例えば法廷とかそういうふうな判決とかも、まあ、ちょっといろいろ申し上げましたので、話それたかと思いますけど、まあ、寄付金の件、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あと、まあ日本の音楽業界の YOSHIKI さんの方が、被災地に1000万円寄付するということを公表していただきまして、それ YOSHIKI さんのグループなのか音楽業界全体なのかちょっと僕の方でもわからないんですけども、まあ、今の音楽業界って、まあ、他国もそうだと思うんですけども、ダウンロード型になったじゃないですか。だから売り上げがすごく減ってると思うんですよね、昔と比べて。わからないんですよ、その僕も YouTube でどれぐらいのお金が動いてるかとかよくわからないんで、少なくとも今日本ではそのダウンロードで
曲を購入される方、1曲200円ほどなんですけども、1週間で1100ほど売れたら1位になれるんですよ。だからそれだけだったら20数万円しか売り上げありませんから、例えば4人グループだとか、もっと多いグループなんて制作費と、だって年に数曲の販売でしょ、全然足らないじゃないですか、人件費とかその活動費とか、まあ要するに経費ですね、会社の。あと法人税とか納めなきゃならないですし、固定資産税もある程度はかかるでしょうですし、あるところは。で、主にライブとか YouTube とかテレビ出演がその収入の軸になってくるかと思うんですけども、まあ多くの方はね、そんなにものすごい再生回数、例えば1億回を突破するような再生回数なんかなかなか達成できませんし、ほとんどの人は、ほとんどの曲と言った方がいいでしょうね。だからまあテレビ出演もそれだけまあなかなかなかったりとか、まあライブとかもまあ一部の方だけですよね、その1万人以上とか集めれる方は。だからそういうところまでたどり着いたら安定した収入、会社のその売り上げっていうところになってくるんでしょうけども、まあ、それもいつまで持つかわからない。まあ年配の方はまあだんだんお客さんが減ってくるっていうのは、これはまあ昔からの芸能界といいましょうか、まあそれは映画業界でも同じだったし、音楽業界でも同じだった。だまあ似たようなことをね、日本でも一部していて、例えば YOSHIKI さんという人を中心に、ルナシーや、ラルクアンシェルという日本で売れた、大物バンドの人たちで、新しいバンドを作ってもらったりだとか、まあ昔その中にミヤビという人がいたんですけども、気がついたらいなくなっていて、どうしたのかなと思ってるんですけども、まあ、何か僕は言ってしまったのかもしれません。まあまあ、何らかの工夫がないと会社の売り上げっていうのが安定するのは難しいでしょうから、だからまあ純利益がたくさん出てる会社とかに今まあアピールしてるっていうところですね。その寄付金、まあ義援金、そういった形のお金ですね。ということで、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。できれば、チャンネル登録と、着信通知の設定、もしわからなければ身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただけたらなと思います。あとはまあ動画の説明のところとか読んでいただいたら、様々なことがよくわかるかと思います。どの辺の私のホームページの何番という部分を見れば、エネルギーの残存量問題、まあ、例えば36番なんですけども、まあ、それに対する、対応策などが、まあ、50番台とかに書かれていて、まあ、進捗状況とか、太陽光パネルはどうだとか、地熱発電はどうだとか、まあ、そういうような、記事とか動画にアクセスできるようには、しています。まあ、どこからどこまでは本当で、どこからどこまでができそうでできなさそうかはなんとなく分かったりとかして、途中で削除したりとかしてるんですけども、まあ、ただ大真面目に考えたら本当にこの考え方で進めなかったら無理なんじゃないかっていう部分も一部あるんですよ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあシルベスタ・スタローンさんたちが元気にしていて、まあダイハードとか、まあ僕はまあ学生ぐらいの頃ですかね、その頃流行ってた映画ですんで、まあ主人公の方とか、元気にされていて、まあ良かったなと、思います。以上です。まあ、まあ続編出るかもしれませんけど、その辺のところはもうあちらの会社のご事情とかありましょうから、まあその辺のところで、どうなるんですかね。本当にシルベスタ・スタローンさんが引退した時に体調を誰かが引き継ぐのか、名前までバニー・ロスを引き継ぐのかとか、まあその辺のところ、まあどうなんですかね。まあシルベスタ・スタローンさんまだ筋肉がかなりついてるから、まあ元気なんは元気ですからね。出たかったら出ていただいたらいいんじゃないですか。その、何かね、こう日々生きていくその活力とかになるのであれば、まあそれはシルベスタ・スタローンさんにとっても良いことでしょうし、まあそのバーニー・ロスという話に関してもそういうところから考えていったら、まあ今は戦争はないにしても、まあ軍需産業とかの余計なエネルギーの無駄遣いですよね。そのミサイル作ったりだとか、もう究極的に考えたら、もう隕石の落下は緊急避難の呼びかけで対応すると、まあ3日ぐらい前からは分かるでしょうから、
大きな隕石であれば。だから、まあ、すぐ電車とかに乗って、避難すると、どこに落ちてくるかが分かったらと、まあ、それが君の名はという映画だったんですけども、あの私の方であの全体的な内容は考えさせていただきました。それを新海誠監督にお任せして、まあ、今まで、まあ、日本政府や世界中の政府とか経団連とかいろんなところ、テレビ局業界とかスポーツ業界とかいろんなところに多分話が出回ったと思うんですよ。で、それで世界中の映画館、抑えさせていただけたんだと思います。それでああいうふうな、世界的な、動員数になりました。それはミサイルなんか今時作ってちゃ縛られますよと。どこの国の、軍需産業のところも大体作ってる国の財閥のところ以上です。ガソリンなくなったらもうスーパーマーケットで食料とか並ばなくなりますんで、皆さんその辺のところ深く、世界中の軍需産業の人たちも、ご理解してください。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。